普段あんまりクラブに行かれない方とかもこう夏、こういったところでいろんな音楽を楽しみながら一日楽しんでもらいたいなって思ってます。Tokyo Circus, focusing on the Japanese young girl's most favorite fashion brand, Murua. And we close up to its producer, also the charismatic fashion icon, Momoko Ogihara. She has established her own brand, Murua, in 2006. As a producer, she designs as a designer, plans strategy marketing, does buying as a buyer, and promoting the brand as a model. She's literally in charge of every single element of Murua's branding.Now, Momoko has moved on to her new project, the Concept Expanding Party. The party has called FAD. Murua has organized FAD to make it as a dream party to go for girls who love fashion. FAD is an abbreviation for fashion, art, and dance.Also meaning of itself as trend. We asked Momoko about this party. そうですね、みんなにムルーアのこういった新しい遊び場とかを一緒に楽しんでもらえて、一緒に盛り上がれたらいいなと思います。可愛い女の子がたくさん来てくれてるので、みんな楽しんでもらえたらなと。初めてフェスということで DJ の方もすごく豪華でみんな楽しめると思いますし、はい、海外と日本の違いもあると思うんですけど、日本に住んでるのでやっぱり日本から発信されているファッションというものにやっぱ一番アンテナを立てているし、今日のパーティーもムルーアさんの服を着てらっしゃる方もすごく多いし、やっぱりそういうのがすごくかっこいいなって私は思うので、私が普段 DJ しているようなところもすごくファッションとか流行に敏感な方がたくさんいらっしゃるので、やっぱりすごく参考にさせていただいている部分もあるし、すごくそういう人たちが集まる場所って刺激的だし、ダンスミュージックとの相性もいいなって思いますね。ファッションっていうのはすごくそのパーティーのカラーを決める上で重要なその雰囲気の一つ要素になってるんで、やっぱりおしゃれな人多いと遊びに行っても上がるじゃないですか。やっぱりそういうのを大切にして DJ の方も音楽で演出していけたらいいなって、お手伝い、そういうかっこいい空間作りっていうのをお手伝いをできたらいいなと思ってやってますけどね。これから今はもちろん日本国内で、まあ、25店舗ぐらい店がありまして、で中国の方では直営店で今5店舗あるんですけれども、まあ、これからとしてはまあ、アジアはもちろん、まあ、中国だけじゃなく、まあ、台湾、シンガポール、マレーシアとかタイとかに向けて出店をしながら、そこの国に合ったリジョン の洋服っていうのも作っていき、いろんな世界にムルーアを発信しながら、まずはアジアをしっかりやって、でその後はまあ、ニューヨークだったりとかパリの方で展示会を例えばして、でそこで世界の有名なセレクトショップに卸させてもらって、さらにこうブランドっていうものを世界に広げていきたいなと思ってます。The concept of Murua is mode feminine. Mode feminine is having feminine details and materials within cool and mode stylings.
Mixing of feminine details and mode styles would express the female's glow widely.Through having this event, FAD, we asked her what the message she wants to tell the most. ムルアっていうブランドを日本だけじゃなくって世界にも向けていろんな新しいことにチャレンジしていくっていう上では、この FAD っていうイベントも一つの、きっかけとしてブランドを発信できる場なので、はい、ビジョン通りに今進んでいます。今回こうやってクラブではなく外でやるっていうのがまた一つのチャレンジだし、今後日本だけじゃなくっていろんな中国だったりアメリカだったりいろんな国でも開催して楽しいイベントっていうのを作っていきながら、音楽とファッションとともにブランドとして発信していけたらいいなと思います。こういう昼間からですね、空の下で爆音で音楽を聴けるっていうのはすごい幸せなことだと思います。特になんだろう、ロック主体のフェスは日本でも定着してきたと思うんですけど、ダンスミュージック主体でこうやってやるフェスっていうのはまだまだ僕たちも力を注いでこれから大きくしていかなきゃいけないと思うんですけど、こういう機会を与えてもらったことがすごくラッキーだと。海の横で太陽の下でっていうイメージで選曲をしたんですけども、ちょっとテッキーなハマり系の多分で全員がクラブに行き慣れてるお客さんじゃないと思うんですけども、でもなんかそういう音楽を楽しむチャンスっていうのあると思うので、もちろんファッションと音楽ってもともとすごく密接だと思うし、なんだろう、いわゆる有名ブランドっていうかね、インターナショナルブランドがパーティーやるっていうのはもしかしたらもう普通のことかもしれないけども、ドメスティックなムルーアみたいなブランドが、海外にね、向けてっていう意味もあると思うんですけど、こうやって大きな音楽イベント、特にこういうクラブイベントをやるっていうのはすごいなんか勇気あることだと思うし、でもすごく意義あることだと思います。We asked Momoko about her background when she was a child. 子供の頃からもちろん洋服は大好きだったし、母もすごく洋服が好きで、なんか今思うと子供の頃の母のスタイリングってなんかすごい服だったんですよ。例えばショッキングピンクのムートンで裏が黒のファーのロングコートとロングコートを着て同じ素材のブーツを合わせたりとか、それが私は日常に見てた母のスタイルだったんですけど、そういったところからなんかいろんなものの影響も受けているし、中学生とか高校生になってからより自分で洋服を買うようになって、そうですね、いろんなものを着ながら、私はこういうのが似合うんだ、こういうのが好きなんだとか、いろいろ積み重ねながら洋服をすごく好きになったんだと思います。高校生ぐらいからですかね、本当に自分の好きなものとかを着るようになったのは。でさらにその高校卒業してから販売の仕事をしてたんですけれども、自分が着てそれをどういうふうに見せることによってお客様に欲しいって思ってもらえるかとか受け入れられるかとか、そういうふうな体験をしながら徐々に自分のスタイルをさらに確立したっていうのはあります。Momoko loved fashion since when she was a little child. She now looks at herself and cultivates her style from how people see her. I think it was fantastic. The sound system is really good. I was impressed. Yeah, so I was able to really play whatever I want, and I felt really comfortable. And FAD is based on fashion and art and dance, so I think this is a really new thing, a new movement that's been happening now in Japan.
and they're just having a good time, and that's what I want my audience to be, and just like jamming, grooving. So it was awesome. I think there's so many girls here today, you know, and it's easy for them to come because it's not just a music festival where sometimes, you know, they can find it really distant, difficult to touch, a bit embarrassing to go maybe, but if it's linked, when the music's linked with fashion, I think it just opens the door towards everyone. And today we have all sorts of DJs playing, such a wide range and variety of people, incredible DJs, so they can enjoy it just how they enjoy fashion, you know? すごく。皆さん盛り上がってますね。すごく。オーディエンスの反響すごい良かったですよ。なんかお立ち台の人たちもめっちゃ盛り上がってたし、すごく楽しいイベントだと思います。すごいおしゃれな人が多くて、可愛い子いっぱいいるし、かっこいい子もいっぱいいるし、俺たちみたいなバカもそこそこいるし、いい感じだと思います。僕リップスライムってグループやってて、毎回衣装揃えたりとか、次どういう風にしようかなとかやったりとか、やっぱ見栄えと聞いた感じってすごい大事だと思うんで、いつもそこは僕たちなりに考えてやってます。一応、はい、We also asked Momoko what her next dreams are like. ちゃんと一つのブランドとして成り立たせたいっていうのがやっぱり一番大きな夢なので、今はもちろん日本のスケジュール感、日本のマーケットに合わせたものっていうのが第一なんですけれども、やっぱりその一つのブランドとして成立させるためにはスケジュール感も全然違いますし、ものの作り方も全然違いますし、いろんなことを考えずに世界に向けてやりたいっていうところだけをしっかりやって、海外のコレクションだったりとかにちゃんと出展できるブランドにしていきたいなと思ってます。Narua is certainly the most remarkable brand in Japan. Expectation is big how Narua flies to the world. クラブというカルチャーが始まって結構な時間経ってますけど、かっこいい時期があったり悪い時期があったり、僕はもう80年代からいろんなそういう子供の頃からいろんなとこ出入りして思うのは、やっぱりすごいカッティングエッジな場所であり続けてほしい。でもやっぱりちょっとそうじゃない時期もあったりとかするんで、なんかもっと本当に、T シャツじゃなくってクラブにおしゃれしてね、ドレスアップして遊びに行くっていう文化がもうちょっと増えてきてもいいのかなと。今ちょっと停滞気味なんで、みんなで上げていければいいなと思います。2007年8年9年789ぐらいがピークでしたね。その本当にクラブに行ってもロックのお客さんもいるし、すごいかっこいい女の子も男の子もいるし、そこからちょっとダンスミュージックが大きなビジネスになっちゃって、もう少しこう共感とか共有みたいなところに向いたので、ちょっと個性が単一化されつつあるかなと。これはカルチャー全体なんですけど、でもこれは流れなので、ずっとそれが続くとは思えないんで、また面白い時期が、僕自身もすごい大きな場所で、たくさんのお客さんを相手にするイベントもあれば、やっぱりもう少しプライベートに近いような本当に
身内の友達プラスアルファぐらいだけでやるすごいあのとんがったパーティーをやったりとか、やっぱりポコポコやり始めてるんですよね。だからっていう空気的にはちょっと変わり始めてるかなと思います。ちょっと日本に限って言うと、まあ、やっぱりレディースの、まあ、ファッションに関して言うと相変わらずやっぱりあの音楽と密接に結びついててすごい素敵なことだと思います。はい、We ask the future of Murua as a Murua producer, Momoko Ogihara.やっぱり自分のやりたかったファッションっていうのとスタイルっていうものがやっぱりこうね、ブランドが大きくなる上ではどうしてもやっぱビジネスとしても成立させなきゃいけないっていうのはあるんですけど、やっぱり今は逆に、まあ、ブランドをやって7年目になるんですけど、そのまあビジネスライクなところはやっぱり任せて、私はもうちょっとファッションやりたいところを極めてやっていきたいなって思ってるのがこの1年ぐらいで、なのでそこを絶対こう何があっても芯はぶれないようにやっていきたいなと思ってます。今は割とこう毎日ここの会社に割と出勤して、で、まあ、みんなと打ち合わせして、まあ、なんかいろいろやってっていうようなスタンスなんですけれども、これからもうちょっと逆に海外の方に力を入れて、自分のこう行動範囲っていうのも結構変えながら、やっていきたいなと今思ってます。はい。Creation of Murua producer Momoko Ogihara. We keep our eyes on how she flies to the world in future. Tokyo Circus.